最終日です。ちょっと顔色が戻ってきてるような気がしますが、風邪薬バリバリ飲んでますガブガブ飲んでますけども、今日はですねこのシーロム地区というところに泊まっております。昨日ここに来るのがえらい大変でしたけれども、路線を一生懸命頭に入れようと思っても頭が全く動かなくてですね、本当体調悪いっていうのはもう何やらしてもダメですね。普段からねちょっとダメ人間なのに、ダメ人間のさらにダメ人間な感じになっちゃって昨日は本当使い物になりませんでした。私ほとんどはもう大した絵も撮れずですね、もうでしたけれども、どうしてこの街に今日来たかと言いますと、何でもこのバンコクに出張によく来る方が行ったら必ず食べるという美味しいお店があるそうで、それをですねどうしても食べて帰りたいなと思いまして、このシーロム地区というところにあるということで、まだバンコクからこの世界にまだ出てないお店でめちゃくちゃ美味しいよというカニカレー、カニのカレーですねなんですけど、それが本当に美味しいということで、まあカレー自体をねあんまりなんかちょっと具合悪い時にどうかなと思って、まあ、ちょこちょこ食べてるんですけど、昨日も確か、ラウンジで食べましたけど、やっぱりちょっと一口食べたらうーってなりましたで、どうやら地図で言うとですね、ビル、高層ビルの、まあ、今のところはそうだと思ってると思ったら下の方にちっちゃいのがあるかもしれないんですけど、地図的に言うとあそこのはずなんですけど適当なことばっかり言いますからね、もうあれの中なのかなっていう感じです。違うのかな、ちょっとこちらの、この辺りでですねご飯食べようと思うと大体50、60ぐらいで食べれるところが多いんですよ。ちょっとお休みというか、本当この辺りご飯がお安いんだなっていうことでちょっとびっくりしておりますけど、それでも美味しいものはね高いんじゃないですと思ってはいます。で高級なお店の割には安いとおっしゃって見えましたけれども、まあリッチな方がおっしゃるやつですから、まああれですけども、さあこの私の嫌いな横断歩道をですねこれを渡って向こうに行った、やっぱりあいつなのかな、違っとったらめんどくさいよねああいうのってはい、というわけで行ってみましょうか。そうミシュラン、何年もミシュランに乗っているお店ですからね、美味しくないわけがないんですよ。私がミシュランのお店に行くなんて言ったら、普段ね全然調べないんですミシュラン、私は自分のなんていうか自分が発見したい方だから、もう先にミシュランがね発見しちゃうと私はまあ見つけなくていいかって、まあ、どっから目線で言っとんか知らないですけど思っちゃうんで、だから
まだミシュランに発見されてない店に行くのが好きなんですけど、まあ大都会、もうあのビルなんて今にもなんか車になっちゃいそうだもん、ガンガンガンって何言ってるかわかんないもうロボットとかになりそうじゃない、ほらあれね、見えます、あれですよ、なんかギュイーンガシャンガシャンガシャンってなりそう。もうあの、もうこれを分かってくれる人じゃないと多分見てくださってないと思いますバキャンバキャンっていうやつね。ここはなんか綺麗なのか綺麗じゃないのか分かんないけど、あのダメだな、病み上がり感がすごいな。どこなんだろう、私はどこに来てるんだろう。多分この辺りかと思うんですけどね。あ、ここではなかったみたい。これは多分普通のマンションでっかい、これですよって言ったの、これマンションでした。どこなん、私あのね、バンコクの一番嫌なのはこの階段、階段が多すぎる、もうこれが大嫌い。正直言ってね、体調悪いのも相まって、もう今二度と来たくない気分なんですね。早く帰りたいっていう感じです。ここは、マジャマジョアデベロバメント、あそこ違いましたね。ちょっと一回地図アプリでもう一回確認します。綺麗のでね、私はここなんじゃない、これこれか、これなんかぽいぽいぞ、ぽい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 、ここね、お、これだこれだこれだ、ここだよ、この子この子、ちょっとこれ剥いて食べるのはめんどくさいな、っていうかもうヤドカリ元気かなって思っちゃうから食べれないわ、これはね、もう剥いちゃって網打にしてくださいね、それね、熱い。カレーはわ、すごい、なんかカニやらエビやらがいっぱい、やばい、美味しそう、わわわわ、見て、外貝とか、ビビりながら来た割には高くないんじゃないですか。うわー、あのね、生牡蠣とかも本当だったら食べると思うんですよ、私この辺とかもね。今の体調ではちょっと怖くて食べれないですけどね、何食べてもお腹壊すんで今困っちゃう。あれ、これいいのかな、これで買ってるかな、この子だ、絶対この子、この子っていうのもおかしいの、今から食べるの。よっしゃ、行きますよ。
みたいですが、うわスタッフがいっぱいいるところ、食べにくいところだ。でも、その分はどこでも食べられると思うんですけどね。では、行ってみましょう。おしゃれな店構えだ。Excuse me. No reserve. No reserve.Number two. Telephone number. Telephone number. This time, okay? This time? Yeah. Okay? Yes. Thank you. よかった。ビデオは？ビデオ。Okay. やりましょう。宿狩りがそんなこと言いながら食べに来るなよ。爪を見るとどうするね。うちの子思い出しちゃいます。エビうわこれはエビカニ好きな人にはたまらんね。寒い、とにかく寒い、どうしよう。具合が悪くなる寒さです。うわぁ、美味しそうなものがいっぱいですからね。うまそう。とりあえず、私はカニのカレーを食べに来たのでカニのカレーを食べて帰りましょう。カニのむくみのカレーこちらですね。カニのむくみのカレー、こちらが S サイズで720バーツ、728、2800円もします。オーマイガー、高い。これは何ですか？全然治ってないってことですよね。寒いっていうで、実は一回出たんですよ。寒くてごめんなさいってな。でもここまで来て食べないのももったいないかなと思いました。で一回出たんですけど、もし
個室とか寒くないお席があったらどうしても食べて帰りたいんですけどっていうのをね翻訳機で書いて入ってきたんですよ。そしたらなんか、結局またこの、ね、同じような席にね通されて寒いんです。でだから寒くない席って言ってるじゃんみたいな感じなんですけど、ないって言われました。伝わりません。私タイに来て思いましたけど、タイの方となかなかコミュニケーションが取りにくいです。まあ私体調が悪いからかな、なんか分かんない。こっちもねノリが悪くて本当申し訳ないんだけどね。今日はちょっとマスクつけてないんですけど、いつも このところマスクつけてたから余計にね話が通じなくて、まあしゃあないんですけどね。飽きたかも。エスこれでかい、何食べるんだい。見てください、来ました。こちら一人で、うわ匂いがもう食べれないかも。食欲ねえのに。ちょっとカニ乗ってねえじゃん、カニ。もう選ばしてくんないんだから。もうさあ、私がメニューしてるとこれにしろこれにしろって終わっちゃったの。はい、こちらでございます。じゃあこちらが3,800円ぐらい。はい、もう生涯また食べることはなかなかないと思いますので食べてみましょう。3800円のカレーですよ。あれ？あれ？ん？待って。カレーとは言っても米はついてないですよ。ふわふわです。食べれないってさ、とりあえず半分以上食べられてまだお腹が空いてたら頼みます。私これ自体も全部食べられる自信がないんですけど、なんかねカニの卵をなんか使って作ってるって言ってたんで、もっとなんかプチプチしてるのかなと思ったんですよ。すみません、私本当に顔が老けちゃってる。これは辛いの、カニ、正直ねカニ、身が出てくると美味しいですね。だけどね、これ単品って辛いわ。ここは一人で来るとかじゃないですね。たくさん食べたいものがあったので、できれば大勢の方といらっしゃるか、カニ自体が食べたいんだったら、さっきあったんですよ、1匹で黒胡椒
炒めとかって書いてあったかな。290バーツだったんで1200円ぐらい、あれで良かったんじゃないかなっていうのを、もう少し悩ませて、私ね悩むの長いんですよね。とにかくねメニューを見てるの時間がすごい長いんですよ、どこ行っても。でもそれがお店屋さんにすると多分待ちきれない大概私の家族もみんな待ちきれない派なんで分かりますけど、大体もう感想文が書けるぐらいに読んでますからね。うん、さすがにねカニの身が出てきた時は美味しい。うん、カニの身だな、食べたかったのはカニの身ですわ、卵じゃない。うん、なるほど。あ、これまた飲んだら寒いよ。食べれるかな、頑張って食べたいけどな。サブサブ、あのできればですね、こういうカニがギャーンって乗って、ここにギャーンって乗ってるやつが食べたかったんですけど、そっちの方がちょっと安いんですよ。なんで伝わらなかったんです。上のカニもらってっていいですか、言おうかなくらいの。いや持って帰らないけど。じゃあちょっと食べますね。はい、さっきのカニのお店あそこ、ここここ。どうやら私は本店で食べたみたいですね。あれ？え？違うかな？あのね、小泉総理大臣の時にこれを召し上がったそうで、その時のコメントはどうだったんでしょうね。あのね、あの率直に申し上げますね、あの私が貧乏舌だったのか、あの3400円、ちょっとそのお値段の価値がちょっと分かりませんでした、すいません。あの私カニ好きだけど、あ、分かった、今舌が風邪薬でちょっとバカになってるから、これ風邪ひいてない時食べたかったかな。でもどうしてもねちょっと試してみたかったんですよ。はい、まあまあまあ、何事も経験ですからね。教えていただいた人に絶対食べてくるねって言ったんで、やっぱ食べて帰りたいですしね。そんなこんなでですね、何かちょっとまあチープなお土産でも見つけられたらいいですねと思いながら帰るところです。はい、2024年9月下旬のタイ旅行、いかがだったでしょうか。私は今、スワンプーン国際空港の、出発ゲート前におります。ピーチの飛行機ですね、預ける荷物がないプランにしてあるのにもかかわらずですね、セルフチェックインカウンターがないということでですね、3時間前に着いて余裕だな、あ時間余るなと思っていたら、あのみんなと一緒に並ばなきゃいけないということで、なんかまあお安い LCC あるあるなんですけれども、あの関空で乗るときにですねセルフチェックインカウンターがあったので、同じようにここもあると思ってですね、ちょっとあの軽く考えていました。ここはですね、3時間前に来てもかなりの行列になっておりましたので、あの誰よりも早くチェックインしたい方はもうちょっと早く着くと、あの並んでて
カウンターが開いたらすぐという感じになるんではないかなと感じました。はい、まあ私自身はね、この空港の雰囲気が好きっていうのがあるので、まあ、まだいい方なのかもしれませんけれども、まあ、今回みたいに体調が悪いと来ていると少しでも早く座りたいっていうのがあって、ちょっと今回はしんどかったです、うん、まあ、今回はね、本当は、10本撮る予定で来ているんですけれども、多分どれぐらい作れるんだろうなというぐらいの感じで、しょんぼりして帰るところでございまして、まあ、それでもですね、まあ、無事に死ぬこともなく、人を傷つけることもなく、心が傷つくこともなくですね、まあ、寝込みましたけれども、まあ、ただそれだけのことで終わったということで、まあ、またやればいいじゃないのっていうことは、まあ、よしとしようと思っているのでまあそれでもですね、いつも毎度これ言ってると思いますけれども、ピンチはチャンスということで、まあそんな寝込むようなねスケジューリングだとか皆さんあんまり考えていらっしゃった、そんな1週間寝込むようなことあんまね外でというか海外でないと思うんですけれども、まあ、寝込んだからこそ分かることっていうのもあるんですよね。ですから寝込んだ私がですね、他の方には作れない何かが作れる、生み出せると思って今から帰る予定でございますので、皆様、まあ、もちろんですよ、綺麗な映像もあります。そして楽しいお土産屋さんもめっちゃ楽しかったし、まあ、パトンビーチですね、プーケット、まあ、ほんの一つの街にしか行けませんでしたけれども、こちらの様子も見ていただけます。はい、まあ、タイ自体のですねレアな情報も発信したいと思っております。今回の撮った動画の中からですね、そうですね、まあ、2の方でもそんな知らんかったわみたいな、まあ、マニア向けな情報もご用意しております。とりあえず私帰ります。さあ、では皆様いつもご視聴ありがとうございます。また次の動画はチャンネル登録をしてお待ちください。ゆうゆうでした。ありがとうございます。よろしければ誰かに拡散してくださいね。